働き方改革実践部門より働き方改革も授業改善も兵庫県伊丹市立小屋の里小学校井村明子様よろしくお願いいたします兵庫県伊丹市から参りました井村でございますよろしくお願いいたします我が校は児童数628人の小学校です昨年度末4名が定年退職しました今年度は4割が20代 平均年齢36.1歳となり、超若返り時代に突入しています。意図的に組織体制を構築しなければならない状況にあります。しかし現場は学力向上、不登校解消など、課題が山積する中、新学習指導要領の全面実施を目前に控え、働く時間は短縮しつつ、教育の質の向上が求められています。 これらの課題解決に向け、それぞれが漫然と業務を遂行するのではなく、校長のリーダーシップのもと、ベクトルを揃えて、主体的に解決しようとすることが重要です。そこで一挙両得。ズバリ、授業が良ければ残業が減るを実感症を狙ってみました。計画は3本立てです。その1、1から10まで自分1人でしないといけないと思っていませんか それが無理無駄村を引き起こしていることに気づきましょうその2生み出した時間を講師に振り分ける飢餓感や疲労感があっては台無しですワークライフバランスが大事ですその3やはり授業改善ですわかる授業で結果的に保護者対応など時間外業務が減少すると考えましたでは具体的な活動内容は 例えば、県の事例集 GPH50 にも示されているように、週1回、農会議で定時退勤日、校内ランでペーパーレス会議、19時以降は留守番電話などです。金曜日の定時退勤日には、職員室のホワイトボードに自分の名札を貼ってから帰るよう周知し、退勤時間の見える化を取り組んでいます。また、新たな取り組みにもチャレンジしました。例えば、朝15分間のモジュールを実施することで、 金曜日は全学年5校時までです。放課後はきめ細かな補充学習の時間となっています。また、1学期に40分、5校時午前中の試行をしました。さらに、年度初めの家庭訪問の第一目的を居住地の把握にして、訪問希望のない家庭には実施連絡表をポスティングして終えるようにしました。これで大幅に時間短縮しました。 また水曜日は掃除なしデーにして長い昼休みを子どもたちは満喫しています。合わせて児童会行事も